てオッケー、メンバーオッケー、オッケー。今日も秘密基地に来て、いろいろと打ち合わせ中でございます。で、トーナメント表を作ったから、次は食材のリスト。おい。いや、とあるね、大会を。これ、この動画が上がった時にもう名前公表されてんのかな？そう、されてんのかな？もうでも、謎っすよね。うん、またじゃあ伏せときますか。そうですね、一応大会の名前は、はい、まあ、なんで今回の動画はすごいこうサブチャンネルみたいなすごい緩い動画になると思うんで、まあ流し見程度に見ていただければと思うんですけど、うん、今こう Y さんと吉高さんでマック鈴木さん中心にとあるフードバトルの大会をやろうということで、もう結構前ですよね。もうどれぐらい前だ？3月、企画作ったのはもう3月で、うん、で、大会が開催される予定だったのは4月半ば。ああ、ですよね。で、コロナ、コロスケ君で大会が中止になってはい、で、今ちょっとね、もう一度落ち着いたんで、うん、ゼロからもう一回レギュレーションを作って、はい、メンバーを集めて、うん、大会を行おうかなと思って企画書をバツバツ作ってるところですっていうのが経緯ですね。経緯です、はい、ちなみにですけど、その大会のコンセプトってどんなやつなんですか？うん、まあ、今回プロデューサーやらせてもらってて、僕がまあ動画勢なんですけど、もともとで見てる中で何が見たいかなって考えて、うん、どういったバトルが見たいかなっていうのを一番最初に考えた時に、うんうん、やっぱりもうトーナメント、まあいろいろ考えたんですけどね、ぶっちゃけこうトーナメントじゃなく参加してもらう方に同じものを食べてタイムを競うってなると、うん、なんかちょっと、まあ、リモートでもできるし、全体で戦うっていうところもなんか違うのかなって、まあ侍的にはね、僕的にはですけど、うんうん、思ってて、まあ、1対1のバトルトーナメントで、トーナメントでやっぱ優勝してもらいたいなっていうのがあるんですよ、大会ならば。なんで今回は早食いのサバイバルトーナメントにしようかなって思ってます。なるほど。まあ、シードとかも作りたくないんでね、綺麗に偶数でやりたいんですけど。ああ、シンプルに総当たりとかやなくて、うん、総当たりとかじゃなくてもうトーナメントが見たいなと思って。ああ、なるほどですね。さらにもう対戦相手もわからない、その日に抽選して、まあ何人かこう募集かけて当日来てもらうけど、その日でくじ引き引いて、うん、まあ、例えばマックス鈴木と誰かの戦い、見たことないような戦いがタイマンで生まれて、それがトーナメントでどんどん上がってくっていう。で、食材も当日まで発表しない。そうで、何よりまあこう選手の方がまあ楽しんでいただけて、うん、燃えて、でかつ視聴者の方にもう楽しんでいただけるような大会にしたいなっていうのは、まあ一番のコンセプトですね。なるほどですね。めっちゃ綺麗な言葉使うっすね。カメラ回っとるとね、つい意識しちゃいますよね。確かにしてるな。あと一番僕が思うのは、やっぱ動画見てる人は分かるかもしれないけど、うん、ホットドッグ去年大会行った時に、2019年、はい、ホットドッグの大会が終わった後に鈴木さんにインタビューした時に、うん、鈴木さんがその大会を終えた後に言った言葉が、うん、結局大食いと早食いは違うと。はい。で、俺は大食いができるけど早食いができない。で、結局あのホットドッグって10分で大食い早食いをする大会の中で、うん、早食いが強い人が結果それに大食いがついてきて、そのホットドッグという大会の称号を得られるんだなっていう話をしてた時に、うん、で、やっぱ早食いだったら、まあ、鈴木さんが師匠と呼ぶ方もいるし、うん、うん、おにぎりさんっていうね。ああ、チームいいのよ。そうです、チーム員のメンバー、鈴木さんがやってるチーム員のメンバーの方もいるし、それ以外にも、うん、もう早食いに関しては結構、まあ僕の知ってる中ではかなりの選手がいるので、まあ参加していただけるのであれば、うんうん、そういった方々に参加していただいて、うん、まあこう大会を開催したいなと思ってます。なるほど。まあなかなかね、もうちょっとこういう大会を運営するのって初めてで、まあなかなか今、うん、ないんですけど、うん、うん、選手の方々が活躍できる舞台を作れればいいなと思って、侍でやろうかなって思ってます。おいっす。ちなみに、まあ、早食いっつうことっすけど、メンバーとかどうします？人数とかもこれから決めなきゃいけないじゃないですか。人数が増えれば増えるほど、うん、試合数が増える。
で、まあ、早食いの選手が大食いができるわけではないっていうところを考慮しなきゃいけないんですよ、うんうん、そこを踏まえた上で、あーなるほどね、なるほどね、 それって結局大食いの人が有利になっちゃうんじゃないのっていうところもあるなっていうのを考えてて、うん、だからそう考えると、まあ、トーナメントはトーナメントなんだけど86、2ブロックに分かれて、はいはいはい、まあ、もしくは12とか14になっても、まあ、敗者復活戦もやっぱ入れたいなと思うんですよ。まあそうっすよね、うん、その1回やってだってこう試合する人のことを考えたら1回バーってこう抽選で対戦って決まってでその食材も決まってでそこからもう10分20分経たずにすぐ勝負ですもんね。で運とかも結構噛み漁ってきて負けたら、うん、それっきりは結構しんどいっすよね。しんどいと思います。なんでやっぱそこの枠は設けたいなっていうのは一つあります。あなるほどっすね、この中では、うん、なるほどっすね、わかりました。いろんな人の戦いが見たいっす。そうなんですね、 Y さんあれなんですよね、その大食い早食いそのフードバトルのめちゃくちゃファンっすもんね、昔からね。だからもう本当これちょっともう何回もシミュレーションして、うんうん、しっかりフェアになるように考えていかなきゃいけないなと思ってるところで、それをもうずっと考えて企画書を作ってるんです、うん、マックス鈴木は知らないと思うけど一応僕がしてる中で言うと、その今回マックス鈴木さん、まあ、サムライイーティングってマックス鈴木さんと一緒にやってるチャンネルじゃないですか。でもこれマックス鈴木さんきっての要望っていうのと、まあ我々からのお願いっていうこともあって、あくまでマックス鈴木は今回の大会において一参加者、そうです、もう選手、うん、選手でいってほしい。だから僕こうもうほんとしっかりプロデューサーとして、うんうん、やんなきゃいけないなってですね、うん、なんであれっすよ、Y さん、この大会がもしポシャったら俺ら相当叩かれるっす。ポシャかかるから。まあちょっとここで、うん、まあこの内容はあれだったらもうカットしてほしいんだけど、うん、まあ僕的にはその口に入れたらとか飲み込んだらとかいろいろあるんだけど、まあ、今回はああそのタイムの決めとか、そうタイムとかもね全部決めなきゃいけないんでフェアになるように、うん、まあ、ボタン式タイマー使おうかなと思ってて、選手が押して食べ始めて口に入れたら止める、選手が、うん、選手が止める、これが多分一番フェアなんじゃないかなと思って。あの確かに、うん、で先行、まあトーナメント段で組み合わせがじゃあ1回戦 A さん B さん当たりますってなった場合、うん、A さんが、まあ、くじ引き引いて、うん、A さんが先に食べるってなったら、うん、A さんが先に食べて、うん、10秒22でした、うん、でそのタイムを見て、うん、まあ、高校の B さんが入って同じ食材で戦って10秒01でしたと、はい、ってことは対戦っていうのは対戦ですけど、そのリアルタイムでは1人1人です。ああなるほどなるほど。さすがにやっぱり第1回大会でそれをカメラで追って全部やるのは難しいと思うんで、うん、俺が多分死ぬっすなんでやっぱなるべくフェアにしようと思えば思うほど、うん、まあ、そこなのかなと思ってて。なるほどっすね。しかもそのタイマーが、うん、ネットで調べたら4万ぐらいするんですよ。え、高っ。これ2個譲ると8万かかっちゃうから、第1回目はちょっと申し訳ないけど1個でお願いさせてもらおうかなと思って。サブライティングがお金ないからね。サブライティングがお金ないから、いろいろ多分ね物議が出てくると思うんだけど、食べ残しかな。あ、食べ残しに関して、まあ、早食いって聞くと、うん、まあ、速度じゃないですか、スピード、うん、ってなると、まあ、結構綺麗に食べ尽くすっていうの難しいと思ってて、そうそう、そう、ごめんかぶっちゃった。パフォーマンスってやっぱ早く食べることであって、うん、でアメリカのホットドッグの大会って、うん、こぼしたやつはの後計量なのよ。あ、ですよね。とにかく、うん、もう、なんだろう、落ちてるものを食うぐらいだったらさっさと食べろよみたいな。で、最後に計量すればいいだろっていうそのスタイルになるべく近いものにしたいなと思ってて、うん、じゃあもう本場のルールに完全に近く寄せるんですね。ただそれは食べ残した量を食べた量から減るからその記録になるけど、うんうんうん、タイムに関しては食べ残しがあった場合タイムを引くのか、うん、あそう、なるほど、何グラム残ってたら何秒引きますよ、はいはいはい、っていう厳しいルールにするのか、もしくは、うん、まあ、第1回大会だから、うん、20g までは食べ残しは OK ですと。ファールっていうのはちょっと第1回あんま取りたくないんで、まあ、効果測定も含めて、うん、まあ、ちょっと甘くはなるかもしれないけど 20g までは OK で、それ以降は何 g に対して、うん、秒数をプラスしますっていう形にしたいなと思ってるんです。まあ、すごい極論ですけど、うん、じゃあとにかくスピード出そうと思って、うん、一口食べてその場で終了したら、まあ、スピードは出ますもんね、変な話、うん、食べ残しっていうのはすごい残るですけど、まあね、まあ、モラルのところなんでこれはあれですけど、そう、でなんでかっていうと、さらに敗者復活戦があるっていうんですけど、敗者復活戦は負けた人の上位タイムから何名様がこう行きますよみたいな形にしたいんで、うん、ファールになっちゃうと参考タイムがないから
どうしても参考タイムって残したい。なるほどですね、うん、そこを考えていろいろ考えた結果、まあ、こうやるんだけど、うん、まあ、これに関してはどのぐらい残るのかっていうのが分かんないんで、実は僕何回もここで早食いの挑戦してるんですよ、うん、あ、そうなんですか、うん、それは知らなかったです。何回も何回も自分でやってみて、はい、でこのぐらい残った測ったら、あ、こんぐらいのグラムなんだなっていうところもあって、あ、まあ、そこはもうちょっと何回も何回もあと時間あるんで僕の方でやらせてもらって、一番適切な、うんうんうん、ルールにしたいなって思ってます。ちなみにそのリハっていうか、まあいろいろ試してるってことですけど、食材ってもう決まってんですか？いや、これ食材が一番難しくて。いや、そうっすよね。まあ、第一にですよ、第一にまずアレルギーがあったりするんです、選手の。あ、食べれる食べれないのあります。それがあるんで、まず第一にそこのアレルギーチェック。確かに。で、第二に、まあ、健康上の問題があると思うので、なるべく事故の起きない食材、うん、事故の起きない食材、はいはい。第三に、これ難しいんですけど、うん、なるべくやっぱもう、まあ、普通にフェアにしたいんで、皆さん同じ食材、まあまあ確かにフェア、まあ、そこは絶対になってくると思うんですよ、うん、まあ、それを踏まえた上で、うん、トーナメントなんで第1回戦は皆さん同じ食材で戦います。で、全く同じ量でやっていただいて、はい、で第2回戦に進んだら食材変えます。あ、なるほど。じゃあ1回勝ったら次は同じ食材ってわけじゃないんですね。そうですね。あ、まあ、でも確かにそっちの方が面白いかもしれないですね。そう、うん、で準決勝も変えて決勝も変えますけど、食材は、うん、直前までわからないです。じゃあ、まあ参加人数によって変わると思うんですけど、まあその勝ち進むごとにだんだんこう食材が変わっていく。変わっていく。ってことは勝ち進めば勝ち進むほどめっちゃ食べなあかんのか。そうですね。そうですね。8名トーナメントでも決勝まで行くと3食食べなきゃいけないのか。そうね、うん。16だったら4回。4食になりますね。4食では食べる。24だったら5回ぐらいとか、なんか増えてくるっすよね。増えてくる。だからあんまり人が増えすぎると、うん、そう、1日で食べる量が増えるんで、うん、若干ね、こう出てきちゃうのかなってはあるんですけど、まあ、そこはでもちょっと応用しっかり詰めていきたいなって部分で、僕の中ではもう王道は絶対やっぱ入れます。王道は入れたい。王道ってなんですか？だからもう FBC でやってるような内容の中のやつはちょっと取りたい。あ、俺もあれですよ、そんな大食いとか早食い詳しくないですけど、 FBC は見たことあるです。あの小林武さんがすごかったすごいで、王道は入れたいけど、やっぱりその早食いをの大会を見るのであれば、やっぱ早食いの王道は絶対、選手の皆さんに楽しんでいただくために、僕の中ではやったことない食材っていうのもトライしたいんですよね。早食いであんまやったことない食材ってことですか？そう。ただ詰まりやすいとかではなくて、形が変わってるから食べにくい、うん、どういうことですか？例えばですよ、例えばだけど、うん、ポッキーなんて早食いしてるのなかなか見ないんですよ、ああいう長いもの。あ、確かに。でも流動的な食べ物っていうのは多分飲み込む力になる。ゼリーとか、はい、そういう感じ。そうです、うん、でポッキーとかになると、うん、食べ方と顎の力も少し入ってくるんじゃないかなって。噛む力。はいはいはい、うん、でそういった、1回戦2回戦3回戦でちょっと違うテイストを入れてみたいなっていうのは考えてます。じゃあほんまにもう食材とかも、形式とかもろもろ含めてもう早食いの総合格闘技みたいな感じですか？まあ、そう、あ、うん、うまい、うまい。いやいや、それそう、でもやっぱりそれ僕の中では一番思うのが、うん、大食いに関して鈴木さんと、まあ、こういう、うん、チャンネルやらせてもらってる機会の中で一緒に大食いを YouTube の撮影でやらせてもらったりするんですよ。うん、そうですね。この時に一番思ったことって、うん、いざマックス鈴木が隣に座って、うん、食べてください、はい、カメラ回ります、食べ方気にしながら喋、うん、ること気にして大食いしようってやった時に、うん、全く食べれなくなっちゃったんですよ。いや、これね、いや、そう、多分もうこの動画出てる時には公開されてると思うんですけど、田んぼのお芋さんの時ですよね。なんかもう気持ちふわふわしちゃってるし、いろんなこと考えてたら喉も通ってかないし、無理やり詰め込んだら詰まっちゃうしもうなんだろう、自分が選手としてこういうことをやるっていう難しさを本当に体験したんですよ、うん、いい経験させてもらって、はいはいはい、うん、でそういう経験があるから僕は一応全部のメニューを全部僕でやらせてもらってます、うん、早食いを。なるほど。その今回のトーナメントで使う食材は全て Y さんの方で一回実食して、実食して、で自分で体験して選手の気持ちになって、うん、どこに危険があるのか、うん、そういったものを全部
体験してから、はい、大会では使わせてもらおうかなと思ってます。なるほど、うん、でこの後ちょっとあのやりたい食材が何個かあるんで、うん、ちょっとやりますけどね。あ、そう、なんかね、今日のタイムスケジュールに買い出しってやってなんだろうと思って買い出しがあって僕は素人ですけどね、うん、何秒ぐらいあるのか、これもうちょっと本当カットしてほしいけど、うん、例えばだけど、まあ、うん、ネギトロ丼1個食べるじゃない、うん、早く書き込めばいいってもんじゃないのよ、やってみて思うんだけど。え、どういう感じなんですか。俺そういうイメージでした。口に入れる、入れたものを飲み込む、うん、でこれが一つの流れになるわけで、うん、口に入れたって飲み込めなかったら先には進まないわけじゃない。確かに確かに確かに。でも早く食べようっていう気持ちがあるから一番最初って勢いよく行くのよ。あー、はいはい、口にとにかく入れようとする、うん、でも結局口の中で飲み込む力がないから飲み込めなくて、うん、結局もぐもぐしちゃって時間ロスするのが多くて。あ、俺それ分かるっすよ。あのシューマイの時、そう、うん、あれまさしくでしたもん。でこう自分でやってみて、口に入れる飲み込む、口に入れる飲み込むっていう細かいペースが早いのか、うん、もしくは早く書き込んだ方がいいのかとかいろいろ試してみた結果、うん、口に入れて飲み込むと次に入れるペース、これがこう綺麗にリンクした時に早食いって成り立つんだなっていう。プロの方々はこれを多分分かってるので、うん、それをどうやって崩せるのかなっていうところがさっきの話になってたけどこのペースでこれ入れたら飲み込めねえじゃんってなるかもしれないし、やっぱこういうところが楽しみの一つになるのかなとか思ってね。あ、なるほどなるほど。でも確かにそうですよね。すげえ変な話、その例えばスープとか飲み物とかすごいこうスピードが出せる、飲み込みやすいものでどれぐらいスピード出るかっていうより、どう攻略すんだこれみたいな、うん、っていうのも入れていくってことですよね。そうですそうです。じゃあどうかもしれないけど、うん、ちょっと入れさせてほしいなっていう。こうファイターの方々、まあ、今回ファイターって一区切りにしちゃいますけど、ファイターの方々がどうその場で、うん、だってもうリアルタイムですもんね、食材公表されるの。だからそれがね、どうあの攻略していくのかっていうのは多分見ものっすよね、うん、先行後攻有利多少あると思うんですけど、やっぱそこもね、サバイバルトーナメントなんで、うん、なんで、うん、そこは多分言い始めると仕方ないと思う。仕方ないと思うんで、で、いろんな意見いただいて、いろいろ改良して、まあ、第2回、第3回、第4回ってできるように。いや、続くといいっすよね、うん。で、ちょっと、まあ、ここをバトルステージにしようかなと思ってて、 Y さんのお店でなんですけど、そう、ちょっとあのまだね、大会侍お金ないからやめない第2回からはちょっとしっかりしたとこ借りたいんだけど、はいはい、1回目はちょっと分かんないんでね。で、ここに立ちのテーブルを用意して、うん、で、立ちのテーブル用意してるんで持ってきちゃおうか。あんのまだ、ね、途中なんだけどね。こんな感じなんだけど、これちょっとテーブルちっちゃいんで、うん、今ちょっとこうでっかくする造作を頼んでます、うん、なるべくこう食べこぼしが落ちないようにしたいな、はい、さらに、うん、でまあこんな感じかな、スプーンとか持ってんがあって、うん、用意スタート、肘で押す人とかいるのかな。うわ、でも見てみたいですね。見てみたい。パンって言ってこういくのか。あ、でもこれも多分工夫が出るから面白いのかなと思って。確かに肘で行く、肘で行かないか。でもボタンの押し見すもダメだしね、うん、手でパンと押してもらってガー食べてポン置いて、うん、チン置いてタイムが出ました。タイムどかしたら残りのグラムが出ます。なるほど。ファールですかファールじゃないですかっていう、はあ、これ立ちなんですよ。俺めちゃくちゃ座りのイメージでしたけど立ちだったんですね。そう、立ちの方がいいかなと思ってるんですよね。だってホットドッグも立ちだもん。あ、確かに確かに確かに、うん、ネイさんそうだったわ。で、あとね、体が曲がってると詰まりやすいんじゃないかなっていうのを一番考慮したの、座ってやると。そっか。なるべく落ちやすいやつにしたいなと思って、今回勝手に説明しなかったので立ちで勝手にちょっとやらせてもらってたんだけど、うん、なるほどなるほど。控え室も用意して、うんうん、ちょっとうまくやりたいなって感じで、うん、これはですね、大会をゼロから作るのってめちゃくちゃ大変ですね。めちゃくちゃ大変だからマジで本当に。まあ、再生数いったらマックス鈴木にスニーカーを買ってもらいたいよねまあでも何より参加させていただける選手がいるんだったらいい大会にしたいなっていう感じで、ね、だから実際買ってきて、うん、もうやってみようかなと思って。そうっすね。うん、それが一番いい。やってみよう、全部体験体験型。おい、買い出しに行くよ。はーいはーいはい、ということで、でカレーは、カレーどれですか。カレー牛でしょ一癖で入れてきた。え、普通の波もいっとく。普通、まあ一応入れておきます、一応食べれる。うん、頑張るてか俺ふと思ったこと言っていいですか、うん、こうやってめっちゃ店内で撮ってるじゃないですか、うん、俺らめっちゃ YouTuber っぽくないですか。ダメの意識しちゃうからありがとうございます。次行きましょう。準決勝のやつだから。はい、紙はですね、髪は何買うんですか。麺。お麺麺。麺のトライ。おイエス。実際こう、グラムがさ、コンビニさんと一緒だからさ。うん。
あ、でも確かにそうですよね。ぶっちゃけコンビニで揃えた方がそう助かるんだよ、ね、グラム全部一緒っすもん。はい、これラーメンはね絶対やっぱ一回やるべきなんだよね。はいはい。で夏だから冷やし中華もトライ。うん、寿司とかも見たいけど、あ、寿司ちょっと俺個人的に見てっすわ。でも効果測定できないと思うんだよね。 あの人たち二貫食いだから。そうじゃんダメじゃん。あ、これこれやってみたい。あ、来たホットドッグやりたい。ホットドッグやりたい。これ全部今から食べんだよな。入るかな。入るよ、大丈夫だよ。いや俺ら、ワイさん冷静かいですね。俺らフードファイターの動画撮ってるんですけど、フードファイターではないっす。一回こんなとこに食じゃっすね。うん、どうしよう。あんま残してもしょうがないし、うん、はい、ということで、各食材を買ってまいりました。特にもいろいろね、さっき買った松屋とかもあるんですけど、え、どうしよっかな。とりあえず時間計りたいですよね。時間大事なのは最初のグラムと、うん、まあ、食べた時間もあれだけど、うん、で食べ残しがどのぐらいの量で何グラムぐらいになるのかなっていうところがやっぱり一番大事だから、はいはいはい、ここを何回も検証して、え、じゃあ牛丼いく？一番危ないけど。本当っすか。牛丼と何？カレーとカレー牛、うん、あ、じゃあ俺カレー牛行きたいっす。いいよ。じゃあ俺カレー行くわ。じゃあまずどうしようかな。 Y さんからあっちでやろう、はい、だからとりあえず牛丼も一回やってみようっていう。確かにこれで約400。ううー、かげる。じゃあリハーサルで、じゃあ回したいと思います。そうか、自分のタイミングでスタートするんだもんね。うん、俺はいつでも大丈夫です。まあ、大体36秒で、40g かな、これは。これで 40g も残るの？残るですね。で、ちょっとまあ細かいこと言うんですけど、一つも二つもこぼれてるね。そう、こぼれてるんですよね。まあ約、これで約 40g。 ちょっと、あ、違う、スプーン乗ってる。スプーンのグラムの方がでかいでしょ。いや、30g だよ。これで、うん、ここまでやるのかって話。まあフェアに行きましょう。うん、一回やってみよう。まあ 30g。 違うよ、30g ないよ。ん？だって器の器何グラム？器なんだもん。これが俺が綺麗に食べて何グラム残るかでしょ。そうかそうかそうか、そうじゃん、そうじゃん。いや、これやっといていいわ、ちゃんとこうやってね、何回も。はい、じゃあ綺麗に食べていただきたい。いただいて、あ、変わんねえわ。ほぼ変わんない。じゃああれか、まあ変な話、ある程度食べ残しがあったとしてもさっくりの、あの、もうそこが見えるぐらいまで食べときゃそこまで、あ、でもちょっと減った。うん、まあ約 10g ちょい、さっきので。そうね、これでだから食べ終わりで器込みでここが 0.42 かだったらセーフとかで食べるんだよね。うん、第1回目。そうですね、うん、次いきましょう。 0. 何秒の世界に対して何 g 残すってところはね、バランスだよね。ね、 410g。 じゃあ吉高さんの挑戦です。うわ、緊張する。はい、1分3秒。OL の食事か。美味しくいただいてるじゃないですか。さて、ついてるし。みんなすごい。ね。いや、思うっすよ、これ。Y さん、よくあの秒数で食ったな。これで多分 0.03 ってことでしょ、うん、で、 あ、でもまあスプーンがあるんでね。あ、そう。0.2 なんじゃないの、うん、あ、でも 0.2。 この測りだとちょっと細かく測れないね。もう少し細かい測りが必要だね。そうっすね、うん、なんか 0.の、ね、もっと細かいのが分かるやつ。いや、もう1分超えたら OL だよ。明日からもうあだ名 OL。 オフィスレディー、うん、OL は超えよう。心折れたら負けだよ。ファーストテイク。いや、よいしょ。どうしたんでしょう。
これ早食いで早送りされるの初めてだと思うよ多分、うん、早送りしたら9秒ぐらいじゃないかな。止めて、タイマー止めて。あ、結構残ってるね。結構残ってて、これタイマー見えてないんですけど、うん、分かんない、体感1分体感1分体感1分1分10秒ぐらい。はい、寝る時どうにかしゃべる。どうぞ、確認してください、自分で。これで 60g ぐらいになるのか。いや、これで 30g ぐらい。うん、30、40 ぐらいあるんじゃない、これも。逆にこれぐらい残してもそれぐらいなんですね、量は。もっと厳しくやんなきゃダメだね。そうっすね、当たり買ってこよう、うん、あと、俺マジであのネタとか忖度抜きで本気で早く行こうと思ってやったんすよ。いや、これやっぱやばい、早くやばい。これ何回もやるべきだね。ということで、1回目のリハが終わり、次が…あれ、リハって呼んでいいの？リハじゃない。俺はなんか楽しくお食事しただけでしたけど、俺の場合は。裏方スタッフさんは、うん、これを全部ほぐした状態で、うん、こう用意すると。次、まあそうですね、冷やし中華やるんだったらですね、うん、そう、やるんだって用意して、で、多少やっぱ詰まってほしくないから汁があってほしいんだけど、うんうん、汁が多すぎるとスープ全部飲むってなったらやっぱね、容量がやっぱ増えるし、塩分濃度もね、高いものいっぱい入れなきゃいけなくなっちゃうから。あ、そうか、濃度も高いのか。なるべく汁が少なくて、うん、飲み込みやすいものがいいかなと思って、麺は。なるほどですね。そう、そんな感じで勝手に考えております。はい、じゃあちょっと麺系なんで、ちょっとゆっくりめで、うん、怖いから、うん、いきまーす。つまり、はい、タイムは1分16秒で、残しがこれぐらいですね。約これで、まあ、汁どうする問題もあるんですけど、まあ一旦汁ありで見ると 61g 残しです。汁も全部いこうと思ったの？うん、この容器で飲もうとしたらこぼれちゃうと思った。あー、うん、じゃあ汁ありだと容器変えないといけないですね、もしやるんだったら。うん、で、それでこぼして汁がこぼれた場合って測り直せないから。確かに。何回リハされるんだろうなと、これ細かい調整必要ですね。最後飲み込みづらい肉と卵をさ、うん、口に入れて押せば終わるじゃんと思ったんだけど、うん、汁飲むとなるとそれが効かないじゃん。あ、確かに。はい、うん、で、ほぼ容器だけで22なんで、約 39g、さっきの残し分は。大変だな、運営。言っちゃった。大変だよ、食べるのが一番大変だよ。確かに。いきます。はい。でも15秒。15秒。でも1個 100g だったら、フェアにやるんだったらさっきぐらいで考えると3本か4本になるでしょう。そうですね。そうするとまあ1分ぐらいか。まあ素人が2食ってまだ食える。もう一発ぐらいは食えるけど、選手の人がこうトーナメント勝ち上がるにつれてやっぱプレッシャーもありますしね。うん。満腹中枢っていうのはまた一つ違うだろうから、そこも考慮しなきゃな。はい、完食です。はい、はい、じゃあ食事するか。いや、てか、なんか毎度思うけど、どの食材でやっても詰まるよ。ですよね。詰まる詰まる。あともう一つだけ言っていい、うん、テーブルもうちょっと高い方がよくない？あ、思った。なんかね、あ、でもどうなんですか、でもあの、ほら僕とゆまさん結構でかいからたっぱるじゃないですか、180超えてるんで、あれすかもしれないですけど、まあ、皆さんからしたら、まあこれぐらい160とかだと、まあ、ちょうどよくないですか。ごめん、アップの差が全然伝わらなかった。なんでアップしてるんだよ。ちょっとそこもなんか考えたいね。高さ調節できるテーブルまではさすがにはできないかな。これあるね、量が約600g ぐらい、600g 近くあるね。これ顎もいくからね、もやしの。いや、そうなんすよね。そう、麺も結構しっかりしてたよ。そうっすよね。いくっす。おいっす。はい、はい、
79g の押してないじゃん。押してないじゃん。これあるか、あるあるだから多分。あ、ほんと？これ絶対あるあるだから、スタートして最後押すって慣れてる人いないもん。うーわ、焦った、普通に焦った。いや、これあると思うよ。6分20秒ですね。カップラーメンが2個できます。普通に食事しちゃった。いや、正直言っていいですか、俺マジで途中で本当に心折れた。もう一回やる？悔しくない？いや、全然悔しいけど、もう一回は言えたくない。空の容器も大事だね、先に思ったっす。あと容器移し替えるべきだね、やっぱり。あ、そう思ったんですよ、うん、もう持つじゃないですか。確かにさっきゆまさんおっしゃったように、コンビネース柔らかいから、あんまり安定しねえっていうのと、書き込みづらいっていうのがあって、ちょっと器用意するわ。で、全部移し替えよう、うん、まあ僕実際大食いじゃないじゃないですか、うん、大食いじゃない人間がこう何度も何度もこう食べてるだけでも結構しんどかったんで、早食いの対決って銘打つのであれば、もちろんこういうのも大事だと思うんですけど、ちょっと量が少ないものとか、ポッキーとかそういうものもなんか混ぜてた方がいいのかなっていうのは個人的に思ったっす。率直な意見だね。まず、食事風景でした、うん。よし、エントリー者1人増えたと。しないから、しないからね。